これちょっと終了が、ほら言ったじゃないですか。あおおおバイオハザード7、両極端な1と6とかでどうですか。天国か地獄か。はい、あのだけ、あ、音が違う。おはい、これは気持ちいい。 A です。A だからって、そのね、どこでも来るんですね。そうですね。なんか池田店長と僕がこう入れ替わりで AT に入るような。いや、いつもそうですよね。そうですね、割とどっちかが終わったらどっちかが入るっていう流れ多いですよね。確かに、まあ、ゲーム数的にももう天井近づいてますし。さあ、ただここ緑の文字も出ておりますよ。今度は青文字。やっぱストレート AT で純増5枚ともなれば、夕方からでもチャンスありますよね。全然打てますね、全然打てます。だってほんのね、数ヶ月前、まあ、1年ぐらい前までは純増3枚を高純増機と言ってぶん回してたんですから、うん、確かにこれは早いって言って、うん、おお、スイカから行きましたね。残り2ゲームで行きました。すごい。あ、1000枚超えてる。よしよしよし。あ、赤文字も来た。こっちはさすがにもうそれが本前兆っぽいですね。何ですか。なんだ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 、バイブしましたよ。めっちゃなんだ今の、今のすごい液晶まで。おお、これは強チェリやろ。はい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 。いや、この残りこの数ゲームからこう逆転劇を、強チェリの鬼。いや、終わらないでしょ。いやいやいや、あるでしょあるでしょあるでしょ。ほらほらほら、バイオゾーン、バイオゾーン。さあ、3ゲーム以内に増殖させろ。うん、しっかり特化ゾーンも見せて、あ、今の気持ちいいな。あ、ダメか。あ、でもやっぱ強い演出絡むとそういったのが期待も出るんですね。いや、いろいろ見せていただいて。いや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 、なんでしょう。お、めちゃめちゃ熱そう。次回予告的なやつか。あ、おー、あー、来ましたね。さあ、本日2回目のエブリンを倒せ。天井まではハマりませんでした。642ゲームです現在。で、めちゃめちゃこれ見てほしいんですけど、とにかく前兆ステージに行きまくってるんですよ。で、これ多分熱いパターンじゃないかな。ステップアップなし、白のままで発展したパターンです。で、エブリン登場ですね。名前可愛らしいですね、エブリンって、エブリンっていう感じで。さあ、こっちもやるぞ。すごい、これもう映画やん。やばいっすね、映画やん。この強チャンス目は有効だ。バレット獲得。さあ、2回目のクライマックスバトル。今回はアイテムチャンスが2個あります、うん、そしてバレット5つ、うん、すぐに追いつきますよ。じゃあ今度は告知を変えましょうか。パニックタイムと振動告知、振動告知いきましょうかね。ちょっと伝わりにくいかもしれませんけど、どんな感じなのか。さあ、いきます。ちょっと見させていただきましょうか。ええ、あれいいですよね。レアなんとか、レアパワーか。はい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 。ファーストステージレベルアップ。あー、レアパワー来た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 。熱い。よし、レア役を引けば。そうですね、レア役さえ引けば。で、バレットですね、ここから、連打でいこう。まずは白、青。よしよしよし。で、黄色。
レベル3ということで、ここはトータル 60% オーバーで17分の1を引けるかどうか、15ゲーム以内に。まあだからレア役、まあ、レアパーもあるんで 60% 以上、 70% 近い、そうですね、期待度があるんじゃないかな。レア役っていうのは、まあ、ですね、はい、あの15ゲームあれば引くと思います。レア役するの得意なので、強気ですね、はい、いや今のすごいかっこいいな。なんかレア役は引こうと思って引くんですよ。おお、後乗せで10ゲーム乗ってきましたね。あ、そのパターンもやっぱりゲーム数乗せ方ならではのありますね。言うてる間にもう残り5ゲームですけど大丈夫ですか？大丈夫です、調整してます。いや、なるほど、はい、だいぶ落ち着かれてますもんね、なんか、はい、うん、いや、なんかだいぶヒヤヒヤされてません？全然こんなもんですよ。あ、ほんますか。これはこれは、いやでもこれちょっと終了が、ほら言ったじゃないですか。いやいや、レアパー役は引いてないですけどね。今の何 60% 突破してたってことですね。いやずるいわこの演出。かっこええわ、見せ方がうまいな、やっぱり。いやちょっとね、もう完全に終わったふりをしておりましたけれども、これでファーストステージクリアになります、はい、でここでレア役突破です。これで、なるほどね。いや、ブラックアウトしましたね、はい、これでもう確定でしょ。見せるな。はい、決まりました、ハザードラッシュでございます。いや、まあ、いやー気持ちいい。確かに引くときに引く言うてましたけど、はい、1回目の 60% 油断してましたけど、完全に完全にいけるもんと思ってました。ちょっと危なかったですね。いやいや、見せましたね。でもここはしっかりレアパワー炸裂という感じで、うん、よし、すごい AT にしてやるぞ。シューティングアタック3桁欲しいな。まあでもまあまあレアイク引いての3桁でしたもん ね。でちょうど入れ替わり、これ何もないんかね。あ、最後に一応最強特化ゾーンの抽選があるんですけ ど、はい、なるほどですね、残念。でも一撃千倍オーバーお見事です、はい、ありがとうございます。素晴らしい、1186倍です。じゃあ池田店長、あとは通常時を楽しまれてぼちぼち。これまた 33% ですよね。そうです、ですよね。物にしたいな。え、酔わないこれ。5ゲーム5ゲーム。酔わ頼むって何それ。え、弱 AT とかある、もしかして。なんかリテロの6みたいな上乗せしてますけど大丈夫ですか。確かに。これはちょっと危険じゃないですか。ハズレを引かなきゃいいんですよ、この後。65、まあ、これでも300枚以上は期待していいですもん ね、まあ、まあね。ちょっと初期ゲームは残念でした、まあ、でも大事なのはここからです。そうですね、1100何枚ですよね。1185ですね。超えてやりますよ、はい。あ、おっ、かっこいいな、なんか演出が。今のなんか、今のいいねパッっていう。今日チャンス目、うん、いちいち音がなんかすごい響いてきますね。成功よ、こんなもん。成功よ。モールネットを殲滅せよ、星3つ。カットインも入った、赤文字も来た。うん、まあそりゃそうですね。10だけ。いや、バイオゾーンでした。早速。そしてまあ3ゲーム間池田店長は増殖させれませんでしたけれども、まあ、まあね、まあ、増殖するところをね、ちょっとそうですね、まあ一旦見せていただくのと、はい、お任せください。いきますよ。結構難しいのかなこれ。
なんか自分に合わないですか、なんかその、いや結構難しいのかな。なんかその時計に仕込まれてますよ。そんなことはない。ちょっとだけ触ってきました。あ、赤カットイン。おお、これは一角、一角、一角きた。うわー、これ気持ちいいな。これは20からの増速ですよ、うん、あー、こんな響くんですね。いや、そうなんです、そうなんですよ。あーって、うん、そうなんですよ。あ、60か、まあ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 、全然つなげることに意味がありますから。そうですね、うん、これでも残りゲーム数100超えましたもん。あ、めちゃめちゃ面白い。いや、面白いっすよね。これ増殖がたまらん、癖になる。そうなんですよ。今までもバイオハザードのスロット増殖ありましたけど、うん、一味違う。そうですね、何せ純増5枚ですから。そうですよね、うん、そうなんですよ。確かに、うん、まあ、今までのまあバイオハザードシリーズ順当で言うとまあ2枚とかですもんね、うん、リベレーションズもそうでしたし。やばいな、3桁の線もありますからね。全然そうなんですよ。お、外れで、外れでチャンス。ステージ1個があればいいんでしょうけどね。あ、あったあった、いたいた。その外れからの特化ゾーンを見てみたいんですよ。そうですね、ワイルドなんとか、うんうんうん、ファイヤー、ワイルドファイヤー、かっこいいですね、名前がね。かっこいい、ワイルドファイヤー。ミッションまたモールデッドか。おー、いった。おー、ワイルドファイヤー、ワイルドファイヤー、まあだからあれですよ、池田店長が見せれなかった特化ゾーンですね。そうですね、うん、はい、これが外れを契機に突入する特化ゾーンです。7ゲーム間で毎ゲーム上乗せ抽選でベルレア役は上乗せです。で外れリプレイでも上乗せ抽選というですね、7ゲーム間の上乗せ特化ゾーン、ワイルドファイヤー。気持ちいいな、それもそれで。これは気持ちいいですよ。全速モードですね、うん、そうですね、全速モードですね、うん、おお、リプレイでもこの黒鳥音が鳴れば、うん、あ、ショートフリーズ、あ、全速モードだ。それ気持ちいいな。あ、びっくりした。このタイミングで300オーバーとかびっくりする。いや、そうなんですよ。300乗るかと思った。ラスト、結局ここで40ゲームの上乗せに成功してますので、うん、初期ゲーム数は少なかったですけど消化中バリバリ乗ります、うん、バリバリ乗ります。そうですね、大きいですね。外れも上乗せ経験になる、もちろん弱フラゲでも強フラゲでもレア役になる、増殖リプレイもある、当選経験多数ですね。青カットインはやっぱ弱いです ね、 そうですね。さあ、気づけば残りゲーム数が増えてますね。123ゲームあと。あ、素晴らしい。お、なんだい、ここも言うてる間に間もなく天国を、はい、マシンガンチャンス、いいですか、バイオゾーン、ワイルドファイヤー、マシンガンチャンス。いや、これは僕も引いてます、これは僕も引いてます。 あ、ちょっと長押しが遅かった。22ゲーム、あとは何ですか、あとはあれか、最強特化ゾーン、まあ、これは見れなくても仕方ないか、エヴァリンインパクトね、うん、それぐらいですね。ただエヴァリンインパクト本気最強の特化ゾーンは突入契機が最初の特化ゾーンの時か最終ゲームなんで、うん、まあ、消化中は基本的にないってことですね。お、配線、お、これは天国ありえるんじゃないですか。ですね、あ、初めて見た、うん、本殿長に期待が持てるステージですね、これは。熱い。おー、これなんや、あ、あ、次回予告的な、これはお、しかもレア子役、すごい。あれ、初めてやな、誰やこれ、誰やこれ、ミヤからの、あ、あ、すごい、赤文字、なるほど、ミヤから生き延びろ。また天国だな、またグロいやつやな。
あ、これ見たことある。なんかこいつもともと多分味方なんですよね。あ、そうなんですか、うん、なんで知ってるんですか。いや、なんか一回僕なんか YouTube かなんかでゲーム実況かなんかのチャンネルをちょっと見たことがあるんですよ。ちょっとだけなんですけど、一番初めらへんだけ。 あら、え、刺さったよミア。いや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 、そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、間に合ったな、うん、あ、ほら元に戻った。よしよしよし、まだまだそんな僕も見せますからね。おお、揃った。青背景で増殖リプレイ。まだ106ゲーム残ってます。気持ちいい。何これ気持ちいいな。これ半端ないっすね。しょぼもう10ゲームさあ、じゃあ僕はパニックタイム告知、これだけはちょっとまだやってない。お、強チェリー、強チェ、お願いします。パニックタイム告知で、はい、行きます。わあ、気持ちいい。これはもらったな。うん、いや、でもよう乗ってますね。はい、ポンポン乗りますポンポン乗ります。くっそー、なんか負けてる感あるな。負けてますよ。お、レオコヤク、そこはあ、バレット、バレット黄色バレットしか、でかいでかいでかい。ん、レベル2 55% ですね。そうですね、赤使い切りましたね。使い切ってこれプッシュを押すと一撃なんで。あ、そうなんですね。こっちを押すと連打っていう、ね、なるほどなるほど、ごめんなさい、はい、まあでも赤の割にはちょっとしんどいな、ね、ちょっとしんどいな、これパニックタイム。あ、そこでジャッジされるってことか。いや、厳しそう厳しそう。ラスト、うわー、ちょっと待ってよ。うん、ないのか。なるほどね。あとはもう1か6かを推測しながら打っていただけると。そうですね、分からんけど、分からんな全然分からんけど。あ、そして僕ももう残りが2ゲーム、うん、後乗せが出てくるかですね。そうですね、まあまあこちらもレアよく引いてましたので、うん、さあラストです。何もなしか。ここでその特化ゾーンに入れば激アツっていう。おお、ちょっとびっくりしましたけれども、ここまで獲得枚数は1290枚という結果でございました。まあでも一つ言えるのは、2人とも AT を入れていずれも1000枚超えれているということですね。そうですね、はい、あとやっぱり AT 消化してみてかなりこう上乗せのバランスがいいというか、3桁ドーンっていうのはなかったんですけど、まあ、増殖もあるし、うん、まあ、もちろん外れからの抽選もあるっていうところで、こう毎ゲーム毎ゲームこう期待を持って回していけるっていうのはすごい面白かったですね。そうですね、いや、やっぱこれかなりメリハリはあると思います。悪く言うつもりは全くないんですけども、うん、やっぱりゲーム数管理なんで通常時は我慢がやっぱり必要ですと、うん、そうですね、この AT の面白さとバランスは取れてるかなと。確かにそうですね、思いますね。いや、ほんまにそうですね、はい、というわけで、はい、はい、今日はここまで、はい、あとは設定設定が何なのか、そうですね、エンディングで発表ということで。わかりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、実践終了でございます。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いや、池田店長、はい、なんか普通に寝台を楽しむ感じになっちゃいましたけど。そうですね、まあ一つ言えるのが、わからん、いや難しかったですね。しかも同じようなところで当たって、はい、同じような出玉じゃないですか。まあ、ただ言えるのは、その1でも6でも1000枚ぐらいの獲得は出るよっていうのは分かりました。で、上乗せ頻度も大体同じぐらい、一緒ぐらいでしたね。で、まあ、お互い天国モードもあって、まあ A の天井も食らってる、だからかなり挙動にいってたんですよ。いや、そうなんですよね、これ分かんないでしょ。
分からないですけど僕はもう決めてますね。決めてます決めてます。僕も多分自分が打っていた台はこうだろうなと思ってます。はい、じゃあ僕からいいですか。はい、僕は自分が打っていた台が設定6だと思います。あれ、はい、理由は、はい、まあ、最新分まで行かれたじゃないですか、うんうん、753ゲーム、はいはい、で僕の場合は A の、まあ、ほとんど天井だったんですけども600ゲーム台で一応当たってるんですよ。で、まあ、当たるタイミングもその天井じゃなかったし、はい、それまでの前兆ステージの入り方も池田店長の明らかなモード A の前兆の入り方と違ったんですよ、はいはいはい、なので結構その通常時チャンスが多かったという面では、まあ、1か6かって言われたら僕の方が6なんじゃないかなって、うんうん、というわけで僕の台が設定6だと思います。なるほど、まあ、あの僕は自分の、台が設定6だと思ってます。おお、はい、ただやっぱり僕も一番気にかかってるのはシーサーさんの天井前の初当たり、はいはい、あれが非常に気になってまして、はい、ただまあ先ほどシーサーさんもおっしゃってたその少ないゲーム数でのレア子役はまあ度外視でいいんじゃないかという部分なんですけど、はい、さっきちょっと軽く数えてた部分あるんですけど、はい、ジャックチェリーがおそらく100分の1切ってるんですよねっていうところしか情報がない中なんですけど、ジャックチェリーの落ち方から自分が6なんじゃなかろうかと。なるほど、はい、池田店長、はい、池田店長が設定6を打ってれば、はい、ジャクチェリー70分の1ぐらいできてますよ。いややっぱそうですかやっぱそうなんですかね。1だから、うん、6ぐらいの数字で終わったんじゃないですか。なるほどね、果たしてどうだったのか、ね、はい、では、はい、設定6を打っていたのはどちらでしょうか。池田店長、ほら来た、ありがとうございます。じゃあ僕は設定1でやれてたってことか、ね、変なところで当たった。じゃあ1より出してないじゃないですか結果的になんでそこでマウントを取ってくるんですか。僕6なのに、僕6当ててるのに6なのに天井まではまって、まあまあね、それが僕ですから、まあ確かにこうにもなっちゃいますよ。だからやめないでくださいねっていうユーザー様、ユーザーの方々にやっぱりこう主張したい部分もあったので、逆に、はい、まあ、1でも6に対抗するぐらいの展開は作れてたって思えば、それはそうですよね、いや本当にそうです。だからどの設定でもある程度こう勝負できる台っていうのは分かりましたよね。確かにそうですね、本当にそれ、そうですね、多分長く打てばもちろん設定6の方が安定して出玉につながっていくでしょうし、うん、設定1の方がこうじわっと右下がりになっていくんでしょうけど、うん、そこ12時間くらいだと全然1でもプラスで終わることあるし、うん、そうですね、6でも負けますよね、うん、だって 33% の天国ループさえ掴んでうまいことハマってしまえば、はい、6と同じ出玉の波にはなっちゃうので、実際導入されて、はいはい、設定的な部分で、はい、出玉安定しないなっていう感じるような。あります、あります、ありますか、はい、低設定でも出ちゃうし、いや そこなんですよ、結局低設定でもどんなスランプやねんっていうような。これね、言っていいかどうか分かんないですけど、はい、結構その聞くところによると甘いと、そうですね、おっしゃるお店も少なくないらしいんですね。まあ、今日1ですよ、僕が打ってたの1であれなんで、はい、まあ、本当あの噂通り結構低設定でも打てるタイだなって思いました。やれちゃいますね。いやでも面白かったので、導入できる台数にはもちろん限りがあるんでしょうけれども、うん、もっと台数あっていいんじゃないかと思えるぐらい僕は楽しい台だと思いましたの で、うん、またねバイオハザード7ちょっとこれから実戦の中で、はい、そうですね、あの先発候補として入れていきたいと、はい、私もちょっとしっかり愛用していきたいなと思ってますね、お店として、はい、というわけで今回バイオハザード7の実戦でしたが、はい、果たして次回はどんな実践になるのか、はい、また多分池田店長とご一緒することになると思いますので、そうですね、はい、はいはい、次回もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。